茨城県道309号、福原停車場線笠間市、福原起点、福原駅前終点付近、笠間市、福原茨城県道309号、福原停車場線は、茨城県笠間市内を通る県道で、JR 水戸線福原駅と接続するための道路である。JR 福原駅と国道55までを東西に結ぶ。 鉄道駅と連絡する延長約 1.2km 一般県道である。路線認定当時の路線長は、駅前のわずか 30m ほどであったが、当時終点で接続していた二級国道前橋、水戸線が降格して、一般道になったことを受けて、現、国道50号、福原交差点まで路線が延長されている。1959年10月14日、新たな県道として、 笠間市、福原町の福原停車場を起点とし、二級国道前橋、水戸線交点を終点とする区間を本路線とする、県道福原停車場線として、茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号309となり、現在に至る、福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積算4トンの、 普通貨物自動車が通行できない区間。AB 道路の区域決定茨城県法、公外10月14日よりハット ABCDE、茨城県道路現況調書平成26年4月1日現在、茨城県法、第1 0 8 7号対象12年4月16日、茨城県国事第194号より、県道路線認定茨城県法、 号外10月14日より県道の路線名及び整理番号の変更を茨城県法第637号3月30日よりありがとうございます。